きチャンネル。ちょっ、こんにちは。誰の目利きが一番すごいか途中経過発表会、ね、これはもうあの、はい、開幕ね前の時に僕と袴田さんと、はい、あと先生がね、はい、あの選手を取り合いして、うん、打者編投手編っていうところで自分たちのチームを作り、はい、その選手が誰が最高に活躍するかっていうところでね、うん、やって、まあ、まずオールスター終わって、はい、まあ、今8月の頭ですけども、うん、もう残り50試合、うん、ね、途中経過で、はい、今どういう順番なのか、うん、ちょっとね見ながら選手たちの今の状況を語っていきましょう、はい、そうですね、うん、あの打率、ホームラン、打点というところで、ね、うん、12球団から1人ずつこう活躍しそうな人を私たち選んだんですね。そうそう、1チーム1人ね、はい、かぶったら取れないんですよね。そうそう、かぶったら取れない、はい、かぶったら取れないからね。そうなんです、これ皆さんね、だから1選手入ってないんです、うん、結構あの今ね何言ってんだっていう人は元のやつあるんで、はい、それまずちょっと見てみてください、10分ぐらいなんですぐ終わりますから、はい、はい、でまずはね打率、はい、ね、誰かぶったんだったかな。かぶった選手はね、うん、ちょっと外れてないよね。あのだからドラフト1位ね、うん、ドラフト1位佐々木は近藤を取った、行った、はい、私栗原選手、うん、でドラフト1位2割9分で2位だから、はい、いいですね。袴田さん栗原2割3分6厘なくね、今年なかなかね、ちょっと頑張りだれへんのじゃん栗原、はい、でも規定打席は行ってます、うん、で先生が先生松本、はい、2割7分8厘、うん、でもちょっと3割期待してたんちゃう。期待しましたけど、うん、もうこっからでしょ、うん、俺ちょっと想定外が2位で村上行ってんだよ、はい、2割4分クリーンって2割5分いかんと思わんやん、今年ちょっと苦しんでますからね。まあでもちょっと今ね、はい、あの要はなんか村上がインタビューで答えたのを聞くと、うん、WBC 行って大谷とか吉田とかダルビッシュとか、うん、いろんなトレーニングとか練習やり方とか触れてそれを真似してたって、うん、それがやっぱりしっくりこなかったから、はい、あのやめて自分のやつに戻したんだって、うん、でそれだから上がっていく、しっくりしっくりきてるからって、はい、でもこれは良かったね、うん、まあ、そうなったらやっぱり試してみるじゃんね、うん、試してみないといいか悪いか分かんないからね、はい、さらに良くなる可能性もあるし、うん、やってみてダメだったら元戻すっていうのはね、はい、かなりいいと思うから、ね、しかもまだ若いしね、うん、そういった意味ではまあ後半伸びていってほしいし、失敗も経験ですね。袴田さん、小林、そう、3割6厘、今打率3位、ほら3割超えてます。俺広島、あ、俺中日ビシエド、はい、2割3分8厘、あ、そうですね、規定打席も行ってない、はい、で先生のドラフト2位が大島選手だったんです、中日で、はい、2割8分6厘、はい、まあ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 ね、はい、2000万打で出しますから、うん、はい、あの本数じゃないから打率だから、ちゃんと打つだろっていう期待を見て、うん、まあ、出るだろうなっていうね、はい、で俺3位、はい、大山、うん、2割7分9厘、まあまあこれはね、うんうん、坂倉、袴田さん、はい、2割7分、うん、中村翔吾2割2分2厘、ちょっとこれ問題です、ね、ちょっと想定外やな、想定外、中村の2割2分2厘をもっと頑張んなきゃあかんぞ、これは中村ね、うん、期待します。でも中村翔吾って日儀だからね、はい、俺があの開幕前の時になんかファンのやつでなんかこう腕引っ張られたなとかとかあった時に、はい、あれはあかんちって言ってくれてありがとうございますって言ってた、うん、あ、なんかそんな動画ありましたね、うんうんうん、で4位、はい、宮崎、里崎、宮崎選手なんだ、打率1位、3割3分5厘、袴田さん、森下、はい、2割1分でも上がってきてるからね、こっから上がってくる、これ2割5分ぐらいいきそうやんな、うん、森下はね、否定はいかないかな、もうどうだ、先生、牧、2割8分、はい、もういいね、きっちり取ってるね、きっちりですね、続いて源田、はい、2割5分7厘、うん、これちょっとやっぱり骨折で、はい、ちょっと出遅れてるから規定打席いかないかもわかんないね、うん、でもまだまだ上がる、上がる可能性はね。で、袴田さん、高部高部、数字ありませんけど、どこ行った、どこ行った、どこ行った、戻ってくると思ったんだって、どこ行った、0割0分0割0分0厘でもないよ、はい、何しそうですかね、打席、これ選んだ選手がさ一軍出場ゼロだったらもうバップやろ、もうそれはなんか怪我でしたけど、うん、あの戻るみたいな情報あった気がするんだけど、まあ、TikTok では僕よく見るんですけどね、短期に行ってほしい、見るんですけど、うん、あれまだリハビリなのどうなのかな、うん、リハビリじゃだって元気だと上がってくるやろ、パークでは下がるよって、あれそうなん、最近出てんの、出てないやろ、出てたら上がってくるやろ、うん、ですよね、うん、ね、うん、で、鈴木大地、はい、2割6分8厘、こっからそれ、鈴木選手は、うん、で続いて俺、森、2割8分6厘、まあまあまあね、でも規定打席行かない、行ってないっていうのはね、かもしれないですね、ちょっと想定が離脱しましたからね、高間さん宗、2割5分6厘、はい、いいね、はい、で先生、山川、2割5分4厘、でも2割5分4厘打ってるから良かったね、
でもまあ規定に行くことでしょ、うん、そうだね、はい、で続いて俺吉川、うん、2割6分1厘、うん、袴さん上川端1割6分、ちょっと足りないな、 上川端がちょっともうちょっと頑張ると思ったけどな、うん、まあここからどうなるか分かんないけど、ね、うん、上げてきてほしい、うん、で先生菊池2割7分6厘、まあまあここきっちりだね、はい、で俺ロッテ山口2割3分1厘、もうちょっといってほしいですね、うん、で袴さん丸、はい、2割4分4厘、これはもうちょっといってほしいよ、もうちょっといってほしい、で先生長岡2割1分5厘、これもうだいぶ持っていってほしいよ、はい、いってほしいです、うん、でその次阿部楽天もう1割おどうしたんや、だいぶ想定外やぞ、はい、来てた時にも行ってなくて1割8分ってどういうことやろ、来てちょっと行くかどうかあれだ、ね、2割8分ぐらい打てるやろ、うん、ね、本当のねポテンシャルは、うん、袴さんか小深田、はい、2割4分8分もうちょっと上 上がるな、うん、上がると思います、状態いいもん、はい、で生産岡本2割、おお岡本こんなとこまで余ってた、余ってたみたいですね、ほら、まあ、打率のイメージがそんなになかったから、ね、うん、で、うん、で俺こっからアリエル・マルティネスビシエド西川だから、はい、西川でも3割2分7厘2位だよ、でもちょっと離脱してるんで、いや来てた時頼む帰ってきて、ほんとね、分かんないですよ ね、うん、で私は殿崎選手、林拓磨選手、山田哲人選手、山田も結果から痛かったよね、そうなんです、殿崎でも2割6分1厘よね、来ていってます、うん、そう僕はここからノイジー、柳田選手、柳田選手こんな下の残って余ってたんだね、2位なんでね、で最後あ俺が近藤と栗原上で取ってるから、そうです、そうです、あそうだ、うん、そうで野口君、うん、はい、でも先生規定で言ったら 1,2,3,4,5,6,7,8 9人規定いってるな、うん、全員の中で3人以外、俺規定 1,2,3,4,5,6,7人、はい、私も7人ね、うん、でも現状ね、はい、これはまだ規定とか減らしてないから、うん、これ減らしてんの、減らしてないです、減らしてない、そのままそのままでいくと現状俺が3,180点、これ全部足してるんですね、全部足して、ね、うん、で袴田さんが2,604点、うん、で先生が3,137点ということは現状俺が1位だけど、はい、でもルールとしては、うん、規定打席に到達しない場合はマイナス100点なんだ、わだからいやは阿部ちゃん今1割8分なんだけど、はい、規定打席に到達しなかったら80点になっちゃうでしかも200打席以下の場合はマイナス200点ですからねこれ私え阿部ちゃんもし 200打席いってなかったらマイナス20点なんの、200になる地獄まで私も林選手とか高部選手いますからえ高部お前マイナス200点いやまあまあルール的には200打席いってないってことだからマイナス200点ゼロだからゼロだからゼロの上にマイナス先生お前山川も200打点一席いってないやろ、いってないです、だからマイナス200点になるから54点、はい、そうですね、これちょっとこのマイナス点がどうなるのかが、はい、ね、うん、あれだね、シーズン終わってから、はい、まあ現状、佐藤さんが今のところ一番点数は高いと、そうそう高いけど、まあまだあと半分あるからね、はい、どうなるか、だって俺、打率1位にいるからね、うん、宮崎、西川っていう、セ・リーグはね、セ・リーグの1位に入ってるから、私3位が1人、今パ・リーグ1位は頓宮、あ誰も選んでなかったんですね、頓宮は選んでんやろ、選べないや開幕前で頓宮は分かんないよ、あれ選んでたらすごかったよ、うん、だって去年松郷が分からなかったよね、うん、オリックスで言えばだって、うん、俺が森選手ですね、あ俺が森で宗でしょ、うん、はい、僕野口君やって、ああ頓宮選べたの、選べたし栗林君もいてた、栗林が3位なんで、うん、まあ、でも野口君こっから僕行くぞ、まあまだ分かんないです、さあ続いて、はい、ホームラン、はい、ホームランはもう積み上げ式だからね、はい、袴さん浅村上がってきた20、うん、すごいね、はい、ね、今1位だし、うん、で俺柳田14、はい、あれ先生0やで、0やで、はい、1位で選んだ人0、故障したんですかね、あ故障、ホームラン1本持ってないの、ゼロ、ドラフト1位ゼロは大問題やぞ、これは大問題ですそうですね、確実に30は絶対打ってくれると思ってましたもんね、うん、だから1位指名、うん、はい、はい、そしてで佐野8本、うん、山田哲人9、丸11、うん、で俺の大問、俺のちょっと大問題言っていい、はい、ギッテンスどこ出た試合、試合出てる、出てない、ゼロ試合じゃない、はい、ギッテンスお前どこ俺のギッテンス今年こそあってねゼロ、あと丸山、これもあれだよね、ヤクルトかぶりで取れなくて、そうだ丸山、佐藤さんゼロが2人もいるんだ、そうだよ、もう1人見て、アキーノアキーノ、もう一軍で見ることないかもしれない、はい、アキーノアキーノギッテンス、柳田、佐野、大山、アキーノ、あ、でも森友哉選手12本、うん、あと万波ね、万波15、これ大きいで
ですね、うん、で、殿崎10本でしょ、はい、でも、ギッテンス丸山0、0に西川、中村、8、ブリンソン7、うん、まあ、でもこの安定的に8、8なんですよ、うんうん、全部、袴田さん、はい、浅村、山田、山口、杉本、マクブルーム、うん、中田翔、ペイト、宮崎、宮崎15本ね、そうなんですよ、うん、で、アルカンタラ、中野、近藤、木下、私結構いいですよ、ゼロがいないし、いいよね、うん、でしかも10本以上がさ、うん、5人いるもんね。そうなんです。しかも山田選手、山口選手もまあ9、9と、うん、山口選手もうちょっと伸びると思うんで、見て見て、はい、俺も10本以上5人いるんだよ。あ、本当だ。で、8本も3人いるんだよ、うん、でも0本2人いや、1本ね。アキーノ、ギッテンス、どこ、どこにいって、いんの、ジャパン、いんの、ジャパンに、ギッテンスはギッテンスだってね。ギッテンス知ってる、みんな開幕前に怪我しちゃった直前にね。ギッテンス知ってる、うん、ギッテンス、だって去年もね、去年も1打席目とかで怪我してるから。でも先生、山川丸、ビシエド、ビシエドの2本も痛いよな。痛いね。清宮、栗原、坂倉、ポランコ、うん、近本、内山い6本で、うん、外、これ問題です。外、うん、でも6本出てるの今ないねん、これ。でも6本も打ってるからいいや、ね、島内4本もちょっとあれやな、ちょっと想定外、想定外やな、先生普段絶対まあ2桁はいくんで、そうなんですよ、うん、想定外が多い、うん、あとちょっと怪我がちなのも多いし、ちょっと、うん、いや でも一番の想定外あれ山川やな0本少なからず30本は減ってますからね、これで想定外、うん、見て、俺のアキーノ、ギッテンス、丸山、0、0、1 3人が私、いい感じだな、まあ、ということで、で今1位は現状、袴田さんの104本、やったー。で次、でも俺ら逃げに2位だからね、95本、はい、で先生77本、だって先生10本以上3人しかいないもん、うん、俺一応10本以上5人いるから、はい、俺だってギッテンスとアキーノも、ギッテンスとアキーノが5本ずつぐらい打っててくれたら、うん、俺も1位だった、はい、そうですねギッテンス4本打ってたじゃん、佐藤さんと私9本差だから今、うん、まあ、まだまだ分かんないですね。こっから、うん、俺こっから伸びしろあるとしたら、うん、万波、うん、大山、佐野、柳田か、ここ頑張ってほしいな、うん、私まだ浅村選手多分絶対打つし、いや、袴田で山田哲人、山口ね、山口、杉本選手もいるし、杉本、うんうん、宮崎ね、ペイトン選手もまだ打つ可能性もあるし、うん、近藤もあるでしょ、うん、私結構伸びしろあるぞ、全然ある、全然ある、うん、先生はこれないっす、いや、いや清宮と清宮、うん、清宮、坂倉、ポランコもいいよ、調子いいから、ポランコ、うん、いいいいいい、うん、近本選手、近本もあと4本ぐらい打ちそうや、うん、ね、下手したら10本いくや、大化けがないですね、これ、あ、そうだね、うん、一気にがなさそうだね、ちょっとこれは俺あるんちゃう、一気にギッテンスとアキーノここから、ここからバババババって打ってアキーノ、アキーノいる、アキーノ今2軍の方で1割ないんですよ2軍で1割だ、ちょっと暑いですかね、名古屋の中だと暑いでしょ、ちょっと暑いかもしれない、味噌食えも味噌、でも外国人選手は暑くなってから体が動き出すってよく言いますよね、はい、今楽天のフランコ選手も打ち出したし、どうしたんすかね、袴田さんの木下2本も痛いで怪我していないからね、あ、そうですね、でも私最低がこの木下選手の2本ですからね、いるよ、中野の1本、あ、本当だ、ペイトン、本当だ、あ、ペイトン選手3本、いや、俺3本でも欲しいよ、ギッテンスね、はい、で、ついて打点、打点は、うん、じゃあドラフト1位、うん、栗原40、岡本58、イエー、これ島内15痛いね、先生、かなり痛いです、島内の10だからな、これ見て、高松さん、はい、山川5 丸山0 いや、そうやろ、そんなことある、高松さん、高松さんいるやん、アキーノ、アキーノ6、アキーノこれあれ、アキーノ取ったら負けるゲームこれも個人も今の中日も全部アキーノを苦しめてますこれもあれやろ、あのババ、もうババ抜きやろ、もう、はい、あのババを引いたら負けようみたいな、でこれまあヤクルトはまたとこれ取り合いになったんだよね、うん、そうですね、うん、で、で袴田さん、でも浜田17だからいいじゃんね、はい、まあ、でも、まあ、俺はでも浅村いるからね、ですね、変態が出ようですからね、宮崎、え、佐藤さん結構いい人選んでるじゃないですか、宮崎選手もいて、うん、まあ、ラインナップ栗原選手、宮崎選手、うん、デビッドソン、うん、山川、浅村、野村、ポランコ、大島、丸山、ブリンソン、ノイジン、中川、だからまだ伸びしろあんのよ、うん、正直、でも山川がもう増えることないからそうで、岡本さん、岡本、大山、外、杉本、近藤、清宮、秋井の
安田、浜田、フランコ、マックブルーム、ペイト、フランコも上がってきたしね、はい、そうですね、うん、でまだ近藤選手も多分伸びるし、うん、岡本選手も、うん、杉本選手もね、うん、外がね、ちょっとね、うん、そうなんですよ、大山選手もいるしな、うん、伸びしろあります。先生も島内の15があれやな、痛かったですね、中田さと出る、うん、塩見もちょっと怪我でいなくなってね、うん、まだ戻ってきましたから、ここからね、うん、森ビシエド、あ、森選手も離脱してるしね、殿崎、秋山、牧原、牧万波、中牧万波、こんな回で余ってたもんね、余ってましたね、うん、だって合計で言えば先生379、1位、はい、2位俺363、3位袴田さん354、あ、先生1位だ今のところ、うん、そんなな、え、なんかなんでこんな1位な、でも結構みんな僅差ですね、うん、そうだね、うん、1桁いないですもん、僕、あ、確かに、だ、それだな、はい、俺ぜ、あと2人いるんですもん丸山頑張っていこうぜ、アキーノ丸山頑張る、打点ゼロあかんぞアキーノ丸山、山川、丸山、丸ちゃん頑張っていこうよ、まだちゃん、え、今一軍にいるよね、いたよな、いたっすよ丸山は、いる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 、いるっすよ、1割1分4厘、打点ゼロよ、丸ちゃんちょっと打点ゼロあかんぞ、俺の期待に応えてくれなきゃ、そうか、先生一桁台がないからこう積み重ねてんのか、ね、あでかいよね、俺2人いるからね、一桁、まあでもあと2ヶ月あるんで結構変わってくると思うんですよ、俺だって10代も1人しかいないんだよ、うん、大島しか、ほんとだ、だからでもゼロはあかんよな、うん私結構アキーノ6、うん、あと浜田選手17、うん、ペイトン10、ペイトンも怪我したの痛かったね、そうなんですよ ね、 ってね、でも袴田さん上位がすごいね、岡本、うん、大山ね、はい、うん、あと近藤選手もいるし、まあ、まだ分かんない、これ中間発表だから、はい、まあ、でもこっからあと2ヶ月、うん、どう動いていくか、じゃあちょっとさ、うん、一番頑張ってほしい人がいいよ、応援しよう応援しよう、俺打率ね、打率はね、うん、村上頑張って、こっからいける、調子上がってきてるから、はい、2割8分いこう、うん、ね、あともう一人ね、阿部ちゃん、1割8分しちゃダメだよ、もうちょっと頑張って、私は小深田選手今年3割いこう、あり得るね、上がってきてるからね、うん、3割いこう、うん、あと上川畑選手ね、うん、そう、もうちょっと上がってほしいよね、やっぱり2割5分ぐらいまでいっていただければ、はい、僕はノイジーですね、うんうん、ノイジーあるね、うん、はい、そうだね、俺もあと秋井のね、いや、私も秋井の帰ってきて、ほんと、秋井の、いや、でも出てくるかなあと丸山、はい、あ、俺は秋井のと丸山、ヤクルト、川上が来ちゃったから多分出るとこないです、私ね、やっぱね、ペイトン選手に頑張ってもらうと結構伸びてくる、そうだね、うん、帰ってきてるしね、はい、ペイトン、頑張れ、先生あれだね、島内だね、そうですね、島内選手頑張ってほしいです、ね、後半に向けて、うん、じゃあまあね、ここからね、はい、どうなるとかね、応援していきましょう、応援していきましょう、はい。